お母さんと一緒に映り込んだ不気味な子供とは、2000年頃番組にずっと背中を向けてうつむいている子がいる。男の子がいじめられててかわいそうと苦情の電話が何週にもわたって多数あり、スタッフが確認してみると確かに顔を隠している体育座りの男の子がいました。しかしスタッフや演者含めこの男の子が誰だかわかる人は一人もいなかったんです。えぐ。さらにこの番組では同じ子供は何度も出演させない決まりがあったにもかかわらず、この男の子は何度も確認されているので幽霊なんじゃないかと言われ話題になったんですね。えぐ。